なたが最近とても疲れていることを知っている。目に見えない肉体的、精神的、人間関係的な疲れ、未来に向かって無力感を感じながらも、どうか立ち止まってはいけないで、あなたの人生はそこで終わるわけがないから、もう一踏ん張りすれば全てが少しずつ良くなると信じてください。私たちがどうしてだんだん楽しくなくなったのか分かった気がする。みんなは結果を急いでいたの。報われなかったらすぐに手を引いてしまったり、ゆっくりと固執する人もあまり見かけなくなった。一冊の本を読んだらすぐ昇進したい、ちょっとだけ走ったらすぐに2キロ痩せたい、しかし結果が出ないことが多いから焦りが出てきた。他人が結婚しているのにあなたが慌てている。他人が昇進しているのにあなたがまた慌てている。それで自分なりのリズムがあるのかな。実はあなたは本当にゆっくりと好きなすべてを好きでいい。あなたのリズムの中で誰も打ち負かすことができない。私たちはほぼ毎日このように考える。私が今言ったのは適切だっただろうか。彼は私の説明を聞いて満足するだろうか。私が両親を失望させたことはないだろうか。ボスは私の力不足を感じているのだろうか。私たちは日々の仕事や生活、人との関わりの中で他人からの評価とプライドのバランスをとっていて、そこで人生の価値を引き継ぐ。成功とは何か、人が生きる意味とは何か、良い生活とは何か、何か私にとって一番大切なのか。私たちは生まれた時から能動的評価と受動的評価の生態系の中にいる。最終的に自分とうまく付き合ってこの複雑な世界の中で粘り強く生きていくことを学ぶのだ。